ハルワー級フリゲートはインド海軍のフリゲートの緩急イギリス海軍の12型フリゲートの順道警官としてイギリスで建造され、1959年から1960年にかけて2隻が収益した。イギリス領インド帝国時代の王立インド海軍は第二次世界大戦での連合国の勝利に大きく貢献し、 1944年末の時点で117隻の艦艇を用していた。そして1945年の時点では、大型水上艦のうち4隻の艦長をインド人が務めていたが、しかし一方で、依然として多くの艦部職をイギリス人に頼っていた。そしてまた、水兵の多くはイスラム教徒だったため、1947年のインドパキスタン分離独立の際には、 王立インド海軍の艦隊の半分以上がパキスタン側に帰属することになった。第二次世界大戦後期より王立インド海軍の大規模な増強計画が進められており、1943年中盤には巡洋艦、駆逐艦の導入が提案された。1950年には王立インド海軍からインド海軍へと解消し、1952年には初めて インド人提督が上級指揮官に捕食された。このように独立性を高めるとともに艦隊の拡充も図られ、対戦中に提案された巡洋艦、駆逐艦は1948年から1949年にかけて順次に収益したほか、1954年にはイギリス海軍の防空護衛艦である41型フリゲート、 および連覇型対戦護衛艦である14型フリゲートの巡動警艦が3隻ずつ発注された。そして1956年には14型とタイになる高性能型対戦護衛艦である12型フリゲートの巡動警艦2隻が発注された。これが本級である。上記の経緯よりイギリス海軍のホイット B 級の設計が概ね踏襲されているがインドでの運用に合わせて 一部が改正された。手機もホイット B 級と同系列でバブコックウィルコックス社製の水管ボイラー二缶と組み合わせたギアードタービンで二軸のスクリュープロペラを駆動する方式とされた。電源の合計出力もホイット B 級と同じく1 1 4 0ットであった。レーダーとして当初は293型レーダーが搭載されていたが、 1982年から1983年の改修の際に、対空、対水上捜索用として、ロールイナア -04、対水上捜索用として、ZW-06 が搭載された。また、1970年代に SSM を搭載した際に、放射撃式装置を撤去して、MR-331、ラングアウトも搭載されていた。ソナーは、 関心技として177型、海底捜索用として 162M 型、対戦迫撃砲の目標捕捉用として170バイト型が搭載されていた。艦砲は、ホイット B 級と同様で、45口径 114mm 連装砲を搭載した。一方、対空兵器としては、ホイット B 級では、スターグ式の56口径 40mm 連装機銃を、 備えていたのに対し、本級では、マーク V56 合計4 0ト、mm、ル連装機銃を CRBF 機銃射撃式装置と組み合わせて搭載した。対戦兵器は、リンボー対戦迫撃砲2機を搭載した。その後、タルワーでは1974年から1975年にかけて、また、トリシュルでも1977年から1978年に、 かけて 114mm 連装砲を撤去し、退役した205型大型ミサイル艇から流用した P-15 テルミート艦隊艦ミサイルを搭載した。また1982年から1983年にかけて対戦迫撃砲のうち1機を撤去して、格納庫及びヘリコプター艦板を設置し、車弾ヘリコプター1機の搭載、運用が可能になった。 この際に、広角基準もソビエト連邦製の AK-230 に換装された。ありがとうございます。